新型コロナウイルス感染者が発生した際に、感染者と同じ日に同じ施設を利用していた方に対して県から注意喚起のメールが送られるシステム、茨城アマビエちゃん。使い方は簡単。まず店舗やイベントなどに掲示された感染防止対策宣誓書に記載の二次元コードを読み取り、 URL にアクセス、登録するを選択、そして表示されるメールをそのまま送信するだけ。登録に必要なのはメールアドレスだけなので、名前や住所などの個人情報が漏れることは一切ありません。一度登録した店舗であっても別の日に利用する場合はその都度登録が必要です。選んでアマビエ、必ずアマビエ。ガラケーでも登録可能。